沖縄で開催されたフィーバーバスケットボールワールドカップ W 杯で日本代表は1次ラウンドでは格空フィンランドを倒し順位決定ラウンドではベネズエラカーボベルデを破りアジア最上位の座を獲得48年ぶりに自力でオリンピック出場権を手にした動画強い覚悟で臨んだ渡辺優太の W 杯後プレー集激闘から4日 日本代表を率いた渡辺裕太、フェニックスサンズは、自身のインスタグラムを更新。少し長くなりますが、と書き出し、強い覚悟を持って今大会に臨んでいたことを明かした。以下、原文ママ、ま、パリオリンピックに行けないなら代表を引退する。言う必要もないことをあえて公言しました。今まで自分が崖っぷちに立たされた時こそ結果を出せてきたので、 自分がまだ大学2年生だった時の OQT が初めての世界大会で結果はボロ負けの2連敗。そこから2019年 WC5 連敗。2021年五輪3連敗。世界では一度も勝てず20連敗という情けない結果でした。勝てば日本バスケは前進できる。でももしまた負けてしまったらこれから先とはに同じことを繰り返すだけなんじゃと思い。 僕が代表をのき若い世代中心のチーム作りをなるべく早くすることが長いスパンで考えたときに日本バスケにとってはベストなのではと思いました。他国で世代交代を失敗した例もありますし、勝てない自分がその元凶になってしまっては絶対にダメだと。あの発言でチームメイトをはじめ、ファンの方々も僕を引退させたくないと思ってくれたのが何より嬉しかったです。 みんなに助けてられてやっと世界を相手に勝つことの喜びを味わえました。でも予選ラウンド敗退したのも事実。この結果はしっかり受け止めて成長し、もっと上を常に目指していきます。28歳の NBA プレイヤーは、長くなりましたが最後にもう一回言わしてください。パリ行くぞ応援ありがとうございました、としめた。